どうもこんにちは。ルヴァンカップの3節が行われるということで大阪向かっていきます。早速スケジュールご覧ください。今、試合前日の夜なんですけども、今から夜行バスに乗って大阪向かいます。で、朝頃着いて適当に時間潰して、試合見て、またその日のうちに夜行バスで福岡戻るっていう、そういうスケジュールになっております。はい。なんでこんなアホみたいなスケジュール組んでるかと申しますと、安かったからです。まあ、選手たちもね、連戦で、疲労溜まってると思いますんで、僕も、己の肉体に負荷をかけつつ、応援していければと思います。というわけで、動画見ていただいて、旅のね、参考にしていただければと思います。ご覧ください。3月20日に15歳の新鋭栗本優香選手となでしこリーグ初ゴールで勝利を飾ったセレッソ大阪堺レディース。前節のホームゲームは4月2日 J リーグ堺 S1 ミニマリーグにてマスターキックラブスチナーを開催します。開幕戦を予選に進めている皆さん、現在は今のランキングでぜひご覧ください。全員でホームをつくるこの場所で、ここを大きな一歩にするために、みんなで一つにこの大事な一戦をつかみ取りましょう。スターティングメンバー、清水、山中、マイクラ、鳥海、船木、鈴木、富田、岡田、中原、宇城、北野、さあそれでは今日のスタジアムインタビューに行きましょう。来てくれたのは毎熊晟矢選手、中原光選手です。次回11連戦の締めくくり。ではまた。